まあ歴史からいくと350年近いですよ。もう一時はね、うちらの部落100軒以上あった時代あるんですよ。どこもかしこももう鎌本で、俺らの時代になってきてからはもうだんだんこう減る一方で、22軒かな。でずっと震災前まで来たんだけども、で製品の特徴っていうと、先ほど言った、まあ、二重焼き、青ひび、あと、この馬、この貫入って言うんだけども、そこに、ぼくじりの墨を入れて、こう、黒く模様したのが、まあ、特徴ですね。ここに入ったのは、震災後1ヶ月ぐらい経ってからね。その時、ほら、今の工場あるってのが分からなかったのよ。ただ単に本当にもう、墨いればいいと。大家さんに来てもらって、こう、話してるうちに、その工場が中がガランとしてて、で、まあ、使うんだら使ってもいいよみたいな話になって、それからだから、その伝統ある総振り相場ももうやんなかったの、大体じゃなくなるなって思ったかな、まあ、だからまあできれば1年でも2年でもやれるだけの期間はな、その相撲として続けるっていう意味もあるし、自分の居場所っていうような意味もあって、まあもともとの大振相撲巻の少しでもこう力にはなれっかななんて思って、まあ始めたんだけども、でやってて、うちに帰って再開できんだらこれ最高なんだけどな、今の状況では。でも特にあの大振地区のこの焼き物の産地、その辺はもう線量高いっていうか、っていうことは何十年後帰るんだか、もちろん俺らの年ではそんな考える余地もねえけども、さればって若い人が続けていいんだら可能性もあっても、30年40年後って言ったらまあねえっていうのかも考えちゃうな。まあ、黙々と、しくしくと、それなりにやってるだけです。